91式携帯地対空誘導弾。訓練にて発射されるミサイル。航空自衛隊防空とは、航空機、ミサイルなどによる空からの攻撃を防ぐこと。GM-352 系列の車体に、搭載されるパーンツイリエス1、ロシア連邦的航空機による攻撃で発生する、危機を防ぎ、被害を最小化するために、陸、海軍が監視、警報及び、 死体空火力防御を行い、空軍が戦闘機によって敵機を溶撃する。一般市民の協力に基づいた防空活動、すなわち監視、通信、警報、投下管制、偽装、消防、防火、防弾、避難、救護、防疫、配給、応急復旧などの活動は民間防衛の一部である。航空戦力の持つ打撃力は極めて高く、 陸上戦力、海上戦力、諸軍事施設、整形中枢都市にとって非常に大きな脅威である。ゆえに敵航空戦力に対する専門的な対抗手段が必要であり、その手段は各国軍隊で組織化されてきた。防空の基本は偽装、隠蔽である。陸上戦力は敵航空機の目から逃れるために陣地を土や枝葉で偽装し、通信においても、 最大限の防護対策が必要である。敵航空機に発見されて空爆を受けた場合は速やかに各員、各車両ともに分散して間隔を空ける。さらに号や頭上を覆える位置に隠れるよう努める。なぜなら攻撃機が投下する爆弾の多くは頭上で爆発してその硫酸弾を撒き散らすからである。もし仮に地対空ミサイル、重機関銃、 携帯可能防空システムが装備に含まれており、敵航空機が低空飛行で止まっていれば、反撃の可能性がある。しかし、敵航空機と友軍の航空機が交戦しており、敵味方が識別しにくい場合は攻撃は控えた方が良い。大日本帝国陸軍の防空通信は、情報通信、警報通信、式通信、連絡通信などに分けられ、 必要な場合はそれぞれ所要の通信機が備えられる。情報通信は用地の外周に配置された防空監視省及び補助防空監視機関から防衛司令部に敵機の発見の報告をする通信である。用地の防空のために主として有線電話が使用され、野戦または特殊な場所の間で無線電信が利用される。用地の情報通信機は情報送受信機、 情報表示機などがある。警報通信は、防空管死体から敵機の発見の報告があり、空襲が予想されると防護の準備を命じ、夜間は10日完成を実施させるため空襲警報が発せられる。この警報を伝達する通信を警報通信という。この警報は迅速かつ確実に漏れなく通達されることが必要であるために優先であると無線であると、 問わず幼稚内に全ての通信機関が利用される。この目的を達成するために専用の特別の通信機は通常使用されない。モーターサイレンは音響警報器として直接市民に警報を伝達するために有利に利用される。式通信は用地の周囲に配置された超速帯、小空隊、高射砲隊、防空飛行隊及び 粗速気球隊などを指揮する通信であり、連絡通信は防衛司令部間及び防衛司令部と軍部外の関係所管公所との間の連絡の通信である。これらのためには特別な通信機は使用されないが、通信系として主事の条件がある。ありがとうございます。